タギーのメンバータギーのメンバー。1863年、撮影。タギーは、かつて、インドに存在した、強盗殺人を、もっぱらとする秘密結社である。犠牲者を、ヒンドゥー教の死の女神カーリーへの供物として、殺害を行った。英語ではサギーあるいは短縮してサグ。現代英語では、サグは、犯罪者の一般名詞でもある。タギーのメンバーの多くは世襲であり。 情報を否得するために、仲間との意思疎通には独自の言語を用いていた。カーリーをあがめる一方で宗教には寛容で、イスラム教徒もメンバーに含まれており、イスラム教徒とヒンズー教徒の比率は、ほぼ同等であった。ターゲットは、宗教や貧富に関わりなく、選ばれたが、旅の商人の一行に紛れ込み、仲間が気を流行らせている間に音もなく血も流さず、殺し、 荷物を奪うことを上等とした。タギーはカーリーへの供物として、すべての信者に、毎年一人以上の殺人を義務づけた。タギーの競技では、血はカーリーに捧げるものとされ、流血を禁じていたため、殺害の際には、考察に限った。黄色いスカーフでの考察を得意とした。黄色いスカーフを使うのは、ヒンドゥー教の死の女神カーリーの神話による。カーリーが、 アスラのラクタビージャを倒す際、二人の人間にスカーフの切れ端を与え、ラクタビージャの首を締めさせたという。狂気がスカーフということは、持ち物の中に発見されても罪に問えない利点もあった。タギーは、こうして蓄えた富で、組織の維持を図り、また、各地の有力者に財庫を送り、組織の安全を図ったとされている。タギーの歴史上の最古の記録は、 イスラムの歴史家、ジアウッディン・バラニーが1356年に表したフィールーズシャーの歴史の中に現れる。1550年から壊滅する1853年までに少なくとも200万人が殺害されたと推測されている。イギリス領時代の19世紀半ば、植民地政府の役人で軍人のウィリアム・ヘンリー・スリーマンがイギリス統治下でも長く、 インド人の迷信と存在が信じられなかったタギーの実態を幾度にもわたる暗殺の危機にさらされながら暴き、1835年から自らがその撲滅の責任者となり2年間にわたる相当作戦でタギーは壊滅した。逮捕されたメンバーの中には1840年に軽視した。 ベーラムという男が50年間にわたる犯行で931人の殺害に関与したと伝えられており、ギネスブックにも記載されている。スリーマンの提出した詳細な報告書は、イギリス本国の人々にリアルな殺人者たちの告白集として驚きと興奮を与え、タギーの名を借りた人種差別的な伝説が劣像されるようになった。マーク・トウェインもエッセー。 赤道に沿っての中でタギーの魅力に取りつかれたと告白している。ウィキメディアコモンズにはタギーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。